今回の天神友人は、福岡ナウの編集長ニック・サーズさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。まず自己紹介をお願いします。福岡、さっき話したように福岡ナウのニックです。はい、カナダから来まして、はい、今福岡は14年目。その前は東京と大阪にいて、はい、合わせて今日本は17、18年目です。じゃあ福岡ナウについてなんですが、こうコンセプトとかそういう内容について教えていただけますか。はい、まあ、福岡ナウは、はい、まあ、パッと見るとその外国人のための雑誌と思うんですけれども、うん、はい、それはもう間違いではないんですが、うん、在住している外国人と旅行者向けだけではなくて、はい、まあ、そういう国際的なことに興味ある日本人もアピールしたいんで、合わせてですね、合計ですね、7カ国語の情報を失っていますね。はい、中国語、韓国語、はいはい、英語、スペイン語、ポチュ語、はい、フランス語、はい、入っています。まあ、いろんな人に福岡関係の情報 のために今作っているんですね。次の特集では焼酎ですね。そうですね、はい、10月号の特集は焼酎、はい、ただそれはもう九州の一つの文化を外国人のために、はいはい、まあ、ただ、まあ、日本人も多分みんな知らない関係、うん、ね、ことがあると思うんですから、はい、今は福岡ナウが、福岡市か福岡県の関係の情報がまあ9割ぐらいで、はい、あまり他の九州のエリアの情報ないんです。将来は、まあ、もっと九州エリアのコンテンツを入れて九州エリアでも配布したいと思います。まあ、広がりたいんですね。大きくしたいんです。今ですね、日本に来られて、まあ、もう長いと思うんですが、日本のこう暮らしの中でニックさんにとってこういう瞬間が好きだとか、こういう季節が好きっていうのはどんなところですか。うん、最初はね、はい、夏が暑すぎて嫌いだった、はい、でももう何年経って今夏が好きになった、うん、で、まあ、福岡の場合は海がすぐ近くに綺麗な海がありますから、まあ、暑くても海で行ってリフレッシュもできるし、山もあるし、うん、今夏が好きです。夏が。ただカナダはね、寒すぎから、はい、カナダ、大体みんなカナダからということで、はい、まあ、冬が好きとか強いと思ってるけども、そうじゃないんです。親不幸が、そうですね、少し最近ちょっとある意味で汚くなったんで、それはちょっと残念です。まあでも私は親不幸が好きです。まだたくさんいいお店とか、うん、特に音楽関係とか、はいはい、ね、ライブハウスとか、うん、あとは、はい、まあ、やっぱりその外国人のインターナショナル関係の、はい、お店またたくさんありますから、うん、もう親不幸は好きです、うん、天神も好きです、うん、最後にですね、こうニックさんこれからの、まあ、抱負夢について教えてください。そうですね、まあそんなに難しいことではなくて、はい、まあ、福岡ナウを、うん、5年になります。はい、まあ、発行してから最初スタートしてから、はい、だんだん大きくなりました、うん、まあ、それはそのまま続ければいいんですね。まあ、いつかなんかテレビ放送局になれば。あ、いいですね。まあ、フリーペーパーですけれどもぜひ買ってください。まあ、ジョークですジョークですけれども、なんか、まあ、とにかく毎月必ず、うん、チェックしてください。まあ、私たちのスタッフが一生懸命なんか面白いオリジナルのコンテンツを用意してますの で、うん、でそうですね、まあ、福岡ナウとしてそうですね、その国際化とか、うん、フィーリングというか感じができたら一番いいです。ぜひ福岡ナウ見てください。ニックさん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。